大丈夫、収まんないでしょ、収まんないから終了しちゃって大丈夫、大丈夫です、 OK、 はい、いやよかったよかったね、エルザがねギンギンなのに、ね、ギンギンなのになんか中折れ状態みたいな、ね、アホってことでね、いや俺本当はすげえ絶対言い訳をしたいんですよね、アホね、俺いつもは本当はすげえ、そうですよね、おじさん言い訳したいんですよ盛り上がってますか？いやおかげさまで、そのいいところに実はですね、はい、ランキングを、はい、まあ、当たった人はいなかったんですよ、うん、難しかったんでね、でもニアピンはいたんで、ここから1枚引いて、うん、まあ、全員のサイン入りのタオルあげましょうという、うん、1個引いてもらったんで、うん、あ、そうですね、これね、はい、ということで、はい、1個、えっちゃんに引いてもらおうかなと、こんなから、はい、そう1個ですよ、ギンギン賞、ギンギン賞、逆にギンギンパターン賞、ザンザン出た、誰だ、ジュアルネーム、なゆきさん、あ、初めて聞いた、なゆきさん、1位、とある声、2位、フライ、うん、3位、虚無感競争曲、あ、うん、惜しい、2つ惜しいけどね、虚無感競争曲は結構早い段階で、うん、やったね、18位かなんかで、うん、3曲目か4曲目、そうですね、3曲目で最後、C シャープ伸ばして終わったみたいな覚えてるよ、はい、覚えてますね、そうだ、それでそこの、その後 MC に突入、 MC に突入だったするから一回ちょっと書き回そうかって、そうなんです、だから、そうなんですよ、照明さん、暗転しないでくださいでけてた、はい、なんで、2名様当たりました、はい、サイニーのカード、なゆきさんとスナッチさん、おめでとう、はい、おめでとうございます、やったね、でもね、ほんとね、いなかったんです、マジで、うん、そっか、そう、でもね、ぶっちゃけて去年もいなかったんです、去年もなかったですね、それが難しいんだ、当たんないよ、うん、そんなに、まあね、うん、だって競馬だってさ、確かに3連単当たったら、うん、そうですよね、すごいですよね、だって俺らの多分曲数考えたら、はい、馬だって多くても18頭立てとか、はい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 、60曲とかありますか、ね、60頭立てのさ、うん、3連単はちょっとそりゃあれ、でも昔さ、なんかジュアルみんなでトゥインクルレース行かなかったで、あの時にさ、なんかすごいいいなんか部屋みたいなところでこう、川崎、いやいやいや、大井競馬場ですよ、俺行ったかな、確かあの時にあの、うん、吉田秀彦さんが三連単目の前で当てましたよね、確かに、柔道の、柔道、俺その時いなかったわ、あ、本当ですか、うん、もう引退されてからかな、うん、だと思いますけど、へー、そうですよ、好きなの、ギャンブル好きですか、ね、なるほど、はい、いや、本当楽しかったっていうね、お便りいっぱいいただいて、はい、しいね、そう、衣装もね、うん、みんなそれぞれ違くて、うん、やっぱエルザさんだけガチなんですねっていうね、はい、たまんねえなお前エルザさんだけ私服っていうのは、ね、そうびっくりしたよ、楽屋でフィッティングしてたらさ、なんかみんなキラキラして赤かったりさ、なんか でもやっぱりね、エルザはやっぱそのビジュアル系にっていうものに対してのなんかそのガチ感がやっぱ半端ないんで、やっぱりそのゴシックでしょみたいな黒っしょみたいな、みんな俺をどうやって捉えてるの、いや、どうやって捉えてるの、いや、彼はガチだよとなんか団地のなんかそういうさ、はい、なんか固定観念みたいなのあるじゃない、なんか俺が勝手に小柳ゆきが好きだって一回も言ったことないんだよ、小柳ゆき好きって、エルザのタイプは小柳ゆき、あれ、加藤ミレ、加藤ミレもいけるっしょみたいなこと言ってんだよいや、でもやっぱね、一途に小柳ゆき地元一緒だからね、そうなんですよ、ちょっとね、いいコメントをもらってるんで、ね、バズコさんが、バズコすごいな、ヒデキさんに名前変えられた方じゃないですか、なんかね、ランキングライブは今までにない感じのメンバー一人一人スポットが当たるライブだったんじゃないかと、へえ、えっちゃんはレジスタンスだったり、ピッチャーもね、思いっきり俺、ピッチャー外してるらしい、エルザから歌い始める曲だからね、ディスチャージはソロがあったりとか、ダンスさんは際立たれた美貌とか、歪みとか、際立たされた美貌は俺なんだってなってるよ、俺が何、どこの部分、ダウンからのピッキングでシャッフルを弾けるようになったっていうことを言ってんの、知らねえよみんな知らないよ、そのことは前のアップからでしたから知らないよフィデニーはディスチャージ、エリーさんもクワルコン、ハデルさんはもちろんボーカルとしてっていうところで
みんな一人一人にスポットが当たり、今まで、ね、もうどこのボーカルにしかスポットが当たってなかったっていう。あ、まさに目覚ましテレビ状態ですね。結構周りみんな喋ってたかなと思うんだけど、すげえ喋ってたんだけどな。ああ、そう、そういう全カットされた。まあでもそういうもんですよ、尺ですよね、尺というものがありますから、ね、はい、でも長かったですよ、尺長いですよ、あんな2、3分ね、あんな普通ないですよ、エンタメコーナーみたいな感じで、うん、オンエアね、見てないです、うん、なるほど。いや、楽しかったですよね。どうでした、ランキングライブレートさん。あ、俺すっげー楽しかった、なんか、うん、なんかいつもと違くて、なんて言うんだろう、なんか結構、いつもはさ、力入っちゃうんだけど、うん、ね、ワンマンとかさ、そう、裁判とかってバトルだったり、ね、そういう感じで追いちゃうぞみたいな感じあるんだけど、そうそうそう、なんかね、今回のライブはなんか本当に楽しめるっていうか、うん、だからちょうど、まあ、さっきも軽く触れたけど、やっぱ期間的にこのレコーディングのちょうど合間というかだったから、なんか僕らにとっては本当になんていうの、気分転換としては最高だったよね、うん、結構。でも江藤さんの曲も作ってたから相当、ね、いやそうですよ、真相だって。いや、そうですよ、まだね、えっちゃんだけは真相だ。まだ、いや、本当の山は越えてないですから、まあ、全然越えてない、まあ、越えてないですから。もうだって、今回このセッション6日連続のレコーディングでしょ、うん、そうですね。これちょっと、もう越えないで、まだ2日しか、うん、いや、そうです、そうです。で、ま、明日ぐらいまでは、今日まで予定通り来てますから、この感じでいくと、まあ明日も大丈夫じゃねえかなっていうぐらいの予想は立てれるんだけど、ちょっとね、しあさってぐらいどうなるか分かんない、まあ、この調子でレッドブルとかユンケなんだ、血尿出ちゃうんじゃないこれ。いや、やばいですよ、本当に。だから、これね、でちょっと、あの、任意で尿検査とか、あの、何、ドーピング、いや、求められたら、なんかね、出るよね、ちょっと逃げたくない、陽性反応出る、そうですね、出るね、うん、そうなんですよ。なんかもうこの1ヶ月ずっと下痢と便秘の繰り返しだもん、ね、あら、繰り返し繰り返しループでね、ループでもう回ってるもん、なるほど。貼り付けて貼り付けて一番いいテイクを、ね、はい、そうですね、シークエンスパターンは、はい、このしかも本当さ、あ、いや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 、この本当すごいスケジュールの中で、さらに僕らはその V の中で使う曲を江藤さんに発注とかして、そうですね作ったよ、はい、あの東進ハイスクールの曲作れますかっていうよくわかんないオーダーが来てさ、なんだそれって言ったら YouTube 見てくれとか言われて、まあ、YouTube で勧告しろって CM 見て、うん、ずっとそれ貼り付けて、あの音楽作るね、ソフト開いてずっと聴きながら、すごいよね、この音色かなとかって作って、だって本当に東進ハイスクールの CM 見たいだったもんね、あれでしょ、ね、映像もすごかったよね、映像も素晴らしかったよ、あの音も撮ってるから、俺が作った東進ハイスクール入ってないの、なんかめちゃめちゃ講師陣がすごい充実してる V でしたけどもね、意外と同じやつばっか映ってた、ね、あ、そうなんだねえ、まあ、来た人は分かると思う、はい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 、あれって見れないの、なんか V で今度あどっかにアップしたりとか、まあ、できるんだ、危ない、権利関係があるんですか、これね、別に吉本じゃなかったね、ガンガンのスジャンの時に吉本ってうるさいから、ね、あ、そうなんだ、まあ、ね、次のね、うん、台湾ツアーでもあの V はどっかで生きてくるんじゃないかな、なんて予想されます、台湾うんみたいな感じだね、うん、そうね、だから、まあ、アルバムも発表されて、で、あった、あ、間違えた、台湾も全部、あ、これです、この曲です、すごい、ピアノ、ピアノ聞こえてる、これ東進の曲ですね、完コピしたの、これ完コピはしない、ちょっとつなぎやすそうして、ロングにしてもらう、この辺が長いんですよね、長く作ってた、あとで切れるよ、すげえ、ちょっといい曲、いや、いいですよね、クルリみたいな曲、あ、本当だ今でしょ、つってね、いつやるの今でしょ、まあ、こんな感じですよ、あ、す
すごいすごい。素晴らしい。家でこれ作ってギターとかジャカジャーンとか自分で弾いてさ、うん、何やってんだ俺と思って。曲が来た時から笑っちゃったもん。できてきた。できてるできてる。あれあれあれ着替え見て聞こえる。だって本当ね、そのアルバムのね、制作期間中でそう、ね、いろんな方に曲を作ってもらいましたけども、エルザも作らなきゃいけないってことで、そうですやんなきゃいけない中で、アレンジもあるからね。はい。いや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 の中で、今ね、いろんなミックス作業がね、はい、行われていたり、そうなんですよ。ね。はい。ねえ。あー、だだだ。あでも、ドア1枚でやっぱ聞こえないもんだね。すごいね、スタジオって。東進の…すごいすごい。東進、あんな先生いたら困るって感じ。ほぼヒゲだったよね。ヒゲが多かったよね。ヒゲが多かったですね。やっぱね、東進がまた見られますよね。あ、ちょっと、あ、ちょっと、あ、いいよいいよいいよ。あ、いいですよ。これっていいですよ。ああ終わった、ちょうど。いや、またすぐなる。まあね、これがレコーディングスタジオでやってる。今日はどうですかね、てっぺんまでには終わりそうですかね。厳しいですか。終わります。終わりますか。今日はなでしこがありますから、うん、目標はね、早く終わって仮眠をするっていうところに。仮眠してから見るのしようかなと。さすがに今日は、27時45分キックオフですから。20? いや3時45分ですよ。だから4時近くですよ。だから終わるの6時近く、PK 戦とかまで入ったら6時7時になっちゃいますから。で、明日もあるでしょ。はい、明日ちょっと遅くする。勝手決めてる。なでしこタイムで。なでしこタイムにしますか、明日。ね、ちょっと甘いな、国。いやいや、これね、ここまですごい順調なんですよ。いや、まあ、昨日はね、まあ、大変でしたけど、それはいい意味で大変だったっていうのもありますけどね。これは結構、まあ、ちょっとこのラジオの後を考えます。ちょっとね、はい、今日もう本当楽しみにしてて、僕お弁当も今日鉄人さんのね、あのなでしこ弁当をいただきました。そうですよね、載せられてるんですよ。いやでもこのなでしこ弁当が美味しいんでね。なでしこ弁当、昨日みんななでしこ弁当食べてたの。今日こそいつ食べるの、今でしょって感じなのに、今日どれ乗っかってんな今日ね。みんなだからさ、なでしこ食べちゃダメなんだ今日は。え、そうなの。なでしこ食べるのはアメリカでしょ。食っちゃうぞ、食っちゃうぞってこと。あ、そういうこと、うん、そう考えたら団地は何を食えばいいの。アメリカンビーフ。そういうことでしょうか。食っちゃうアメリカンビーフなんだよ。いや、オージービーフとの住み分けがちょっと和牛和牛、そうオーストラリア、アメリカ、そうあ、これはそうだな。住み分けとかね、やっぱり今レコーディング期間中だから ね、 ね、2本目のギターとかなんかこうあるんだよね。そう、うん、それ2本目がやった方がいいんじゃないのとかね。何人いるのこれみたいな。そう、まあ今ちょっとあの、うん、明日もあのエディがギターいよいよ入れたりとか、はい、そうですね、うん、それのね、うん、ちょっとねいろいろ試しとかね、はい、ちょっと今やってたんで。やってたんですよね。そうなんですよ。エディ仕様のギターをあのニコの三村君がさっきね届けてくれて、うん、そう、ね、嬉しいじゃないですか。みんなに応援していただいて、うん、いいですね。ね、いつの日か、ね、さあアルバムがね、うん、V クエスチョンマーク、はい、あれで V と呼びます。 V で、 V にね引き続きあの発表させていただきましたけども、ライブも、うん、追加公演、うん、異色バラの歌合戦追加公演が、はい、大阪、名古屋、福岡3カ所でね、大阪の9月1日ギルガメッシュはすで、はい、に発表してたんですけども、それに加えて、10月13日福岡ドラム B1、 ドラム B1、 ノートランプです。ノートランプ来たぜ、ね、ノートランプね、みんな、ね、知らないかな、わかんないけど福岡何気にね、東京だとねアックスとかブリッツがやってますからね。すごいじゃないですか。もうだってタワレコなんか行ったらすごいよ。ノートランプ CD 出した時とか、うん、この間
あのトータルファットとユニコーンの対バン行かしてもらった時、はいはい、来てましたよね。ああ僕挨拶しましたもん。メガネくんでしょ。ねえドラムのメガネくんが来てたでしょ、うん、あメガネくんって呼ばれてるんですか。あれ俺しか呼んでない。あそうなんですかそうなんですよ。トランプは普通に CD 持ってるもんね。あらいやノットランプめっちゃいいですよ。俺は知ったのは2分の5のリーダーに、うん、ああ、はいはいはい、ノットランプかっこいいっすよ。だからやっぱエルザとかは本当ね大好きな言ったらジャンルじゃないですか。うん、好きだよ。ね、うん、いやいいんじゃないですか。福岡ただですか。メロコアか小柳ゆきだよねやっぱ。いやそうだね。ジャンルで言うと。いやギンギンパターンショー。ギンギンパターンショー。多分ノットランプはねメロコアか小柳ゆきと言われてね全然嬉しくないと思う。やめてくださいってなるかもしれないですけどね。いやただでさえ福岡お客さんみんな音楽大好きで熱いですから、ね、地元福岡ですから、ね、そうですよね。しかも地元であんまやんないです逆に。あらだからその地元のイベンターの方によくこれ決めましたねって言われましたよ、はしかも B1 ですからね。 B1 です、うん、熱いライブになるんじゃないですか。うん、そして、うん、もういよいよね1年通してやってきた石川の歌合戦という、はい、もう大鳥ファイナルのファイナル、うん、ファイナル